これ3点セットパパにお土産です。知多半島に戻ってきました。日間賀島でした。海底トンネル入ります。キヌーラ海底トンネル。あ、これか。ガマホルニア。ガマホルニア、なるほど。わあすごいね。わあすごいね。あ、これだ、変なホテル。おはようございます。愛知旅最終日、お家に帰るまでのツーリングスタートです。最終日もね、なんかちょっと霞んではいるけど、お天気はいいはずさあ、ということで、これが国道23号線国道23号線を延々と浜松の方に向かっていきます。国道23号線ね、車の量も多いし、あんまり好きじゃないんだけど、しょうがない。まあ、基本的に国道があんまり好きじゃないから県道とか農道とかを走り続けたい感じなんだけど、で多分ね、その地元の人とかだったらこういう道を回避してとことこ行く道がを知ってると思うんだけど、まあ、そういうのをね、一生懸命調べる手間もめんどくさいしということで、まあ、とりあえずしばらくはこの道で頑張ります。9時だからね、もう通勤ラッシュではないと思うんだけど、どうなんだろうな。この道はだいたいこんな感じなのかな、いつも。まあ一生懸命ね、道を調べるのが好きな人だったらより快適に走れる道とかをね探すんだろうけど、さあ今回の2023年最初の旅、愛知旅がね今日で終了してしまいます。次はどこに行こう。毎回ね、旅の最終日には、あ、もう旅終わっちゃう、次もうすぐどっか行きたいと思うんだけど、お家帰って片付けたりとか、動画のねデータの整理とかしてると、割とそれで一旦なんか燃え尽きてそんでね、また1ヶ月くらい、まあ一回しばらくはバイクみたいな感じになっちゃうんだよねこの癖をね、なんとかしたいんだけど、せっかくもうこれからね、だんだん暖かくなって、真冬は良かったんだけど、それでもね別に寒いし、これからねツーリングシーズンになるのにね、1ヶ月燃え尽きてたらもたないよねまあでも今回は4日間で、そんなに全然多分走ってないので、前回岐阜の時はね4日間で900キロぐらいだったんだけど、まあ、今回はねとにかく島が全然ね、ちっちゃい島でね、走行距離はほとんど少なかったので、今回どのぐらい走ったんだろう、500キロ走ったのかな。まあ行きと帰りに200キロぐらい走ってるから、500は走ったかな。さあ最初にね、目的地に設定しているのは、一番最初、カブ買って、初めてカブでパパと四国に行った時に、この23号線を通って、途中ねすごく気になった看板を見つけたんだけど、そこに今から向かっていきたいと思います。まあね、口コミそこ見ると、がっかりポイントみたいな、がっかりスポットみたいなこと書いてあるんだけど、それでもねすごく気になるので、今からね行ってみたいと思います。もうあそこにね、あそこに看板もう出てるね。もうこの辺の人だったらね、もうどこを目指してるかわかるかもしれないんだけど、まあ、口コミの通りがっかりスポットなのかどうかということを確認しに行きたいと思います。はい、三河臨海緑地、あれですね、日本列島、日本列島ですよ。一番最初にね、カブでパパと2人でね高知に行った時に、23号線走ってたらね、日本列島っていう看板見つけて、愛知でだよ、愛知で日本列島って看板見つけて、なんだろうってすごい気になって、でもまあね、四国に向かう途中だったんで寄れなかったんだけど、これ日本列島、ほらこれだね。これだ。でなんかね、まあ公園みたいなんだけど、日本中のいろんな県のをなんか象徴するモニュメントみたいなのがある
っていうような口コミで Google マップのね書いてあって、まあ本当口コミの中にはなんかなんだこれみたいな、がっかりポイントでしたみたいなこと書いてる人もいるし、面白いって書いてる人もいるし、そしたらもう口コミ読んだら余計に気になっちゃって、ということでね、今からこの目で見に行こうと思います。日本列島、これか、三河臨海緑地、日本列島駐車場、これだ日本列島。まあまだ朝早いしね、今日帰るだけなので、ちょっと日本列島公園を歩いてみたいと思います。ほら日本列島、めちゃくちゃ広くないこの公園。え、あんな方まで歩くのかな私。まあいいか、今回ね運動してないからね、ちょっと頑張って歩きます。まだね今日朝ごはん食べてないんだけど、このあとお昼ごはんを食べても罪悪感が残らないように朝から頑張って歩く。順路とかあるのかな、なんもないのかな。赤根橋、ここが入り口なんだ。ミニ日本列島、日本列島のミニチュアを庭園風に表現し、この海岸部や内陸部を散策できる静かで趣のある場所としています。地形、植物、人文など、これが佐賀、こっちはだから南の方か、福岡県の花、あ、なるほどね、こんな風に県の花もほら、阿波義典、徳島、あ、四国に来た、徳島の花、すだち、あ、阿波踊り、え、高知は、高知どこよ、桃太郎、岡山、あれ、あ、あれはなんだろう、みかん、ぶんたん、高知、これは、あ、これ高知、あ、じゃあこれ香川じゃん、こんぴらふねふねだ、こんぴらふねふね、香川でしょ、徳島でしょ、あれが愛媛かな、みかん、高知は、高知どこ、高知どこ、愛媛県みかんの花でしょ、あった高知、高知県の花、これあ、分かった、もしかしてさ、これ播磨山橋だ、この欄干、播磨山橋だ、なるほど、播磨山橋でした、あ、四万十川、なるほど、これ四万十川、さあということで、ね、こちらは和歌山に渡りました。え、なんか意外と面白いじゃんこれ、これは奈良県、奈良県、奈良の何これ、あ、ほら京都の花、しだれ桜、これ京都の建造物を模しているんだね、きっと。ついずいずっころ橋、岐阜県、あ、一気に岐阜に来た、これが琵琶湖、滋賀、わ、何これ結構面白いよ割と面白いよ、今日一日で日本一周徒歩で、これは何、富山県のチューリップ、あー親知らずってあった、そういえば富山県だったっけあれ、これなんかこの長野県、あれ何なんだろう、あれもしかして富士山かな、まあね、こうやって
大きい声でねブツブツ独り言を言いながら歩けるくらい人はいません。赤い靴、あれ一気に神奈川来ちゃった、あれ一気に神奈川来ちゃったよ、神奈川県、あれ神奈川来ちゃったよ、静岡は、あ、隅田川、え、東京来ちゃった、え、東京来ちゃったのこれ、あ、これ分かった、あれでしょ、都庁、都庁じゃねこれ、埼玉県桜総合通り合わせ埼玉、ね、静岡は、静岡どこ行っちゃった、静岡県どこ行っちゃった、これは群馬県の花、連月筋、静岡ないの、佐渡家さ、新潟、あ、なんか将棋の駒になってる、ほら、そしてこれが 山形県、静岡を見つけるまで帰れまてん、秋田県の花、あれはリンゴだから青森かな、青森だ、ミニ日本列島、あ、北海道、北海道、北海道だ、ここ、北海道でしょ、おかしいな、北海道来ちゃったよ、静岡県がなかった、北海道から、あ、で青森でしょ、これが、岩手県、青森岩手、そうね、岩手県はキリ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 、お、にゃんこが、にゃんこが歩いてます、で、これが南部よしゃれ節岩手、青森岩手、これは、あ、宮城県、はい、宮城で、次は何、福島、これ何、北上川、北上川、福島、はい、根元尺投げ、福島と来たら、次はどこ、どっちだろう、茨城だ、茨城、茨城、茨城県で、あっちに行くと埼玉行っちゃうでしょ、栃木県、栃木、そして、あ、なるほど、北海道から下ってきた方が分かりやすいな、さあ、そしたら次が埼玉、神奈川、静岡じゃないの次、あ、あれ立ち葵かな、あ、来た、ツツジだった、立ち葵は静岡市のお花だ、静岡県は何も例えられなかったんだね、一応あれが富士山ってことだよねきっと、あ、愛知県、愛知県一番でかいよね、それはね、愛知県それ一番でかいっすよね、愛知県だもん、愛知県柿巣畑、これだ、三重県花勝負、あ、大阪、大阪、大阪が梅、兵庫、野地菊、兵庫、これは広島、もみじ、こっちにあるのかな、よいしょ、もうそろそろ行かないと、結構押している、これこんなに長居するつもりじゃなかった、これが鳥取、鳥取県の花、東尋坊、東尋坊ってどこだっけ、福井か、福井あった、福井県、島根、島根の花、ボタン、うそ、これが大分、あ、宮崎県、発見、浜よ、これ沖縄じゃん、デイゴ、沖縄県、沖縄まで来ちゃった、鹿児島、鹿児島の花、宮崎、霧島、鹿児島といえば瀬古堂、なんかこう歴史的な偉人の像とか建てといてほしいな、そこまで置かれなかったのかな、熊本、鹿児島、宮崎、熊本、そして長崎、雲仙ツツジ、これが福岡かな、
あ、山口あった、山口。え、福岡どこ？福岡のみや。あと福岡。え、九州って6県全部見つけたはず。見つけてなかった県の人ごめんなさい。はい、日本一周徒歩で達成しました。暑い、暑い。はい、日本列島公園でした。広いね、公園本当に。で、確かにまあ人によってはね、残念スポットかもしれないけど、私は結構楽しかったよ。全部の県を探せたのかどうか、後で動画確認してみないと分かんないけど、あれ山梨県とかあったかな。どのぐらいいたんだろうな。1時間はいなかったと思うけど、30分ぐらいは余裕でいたよね、きっと。西浜大橋、西浜大橋です。これで23号に乗るわけですね。私のあんまり好きじゃない23号に乗るんだね。まあしゃあないな。こっから20キロ道なりで、次に目指してるのが浜松の、春華堂のスイーツバンクっていうお店です。春華堂ってね、浜松のうなぎパイ、浜松のね、お土産うなぎパイを作ってるメーカーさんなんだけど、そこの春華堂のね、ショップがね、浜松にあるショップ、スイーツバンクっていうショップがちょっと面白い建物で、それをちょっとね、見に行ってみたいと思います。で、そこにカフェがあるからね、そこでご飯を食べようかなと思ってます。お昼ご飯、朝ご飯とお昼ご飯兼、これマジ高速道路みたいだよね、この道。もうね、それがちょっと嫌なんだよね、ドキドキして。まあね、この国道23号バイパス、多分その初めてね、免許取って2ヶ月で、カブで高知に帰った時も走ったんだけど、やっぱね、免許取って2ヶ月でこの道はね、もうすごいハードル高くて、やっぱりめちゃくちゃ怖かった記憶があって、それが割と若干のトラウマになってて、国道23号って聞くとちょっと心臓バクバクするんだよね。静岡121キロ静岡まで。トラックが多いね、やっぱり平日だからね、働く車が多い。みんな働いているんだ、私は遊んでいるが。さあ、道の駅があるけど、道の駅はスルーします。もうなんかね、こんだけ交通量多くて気持ちよくない道を走ってるとね、もうなんか止まらず早く走り抜けたいから、道の駅に寄ろうっていう気にもならなくなるよね。とことこ走ってると、あ、なんか道の駅ある、寄っちゃおうってなるんだけど、逆にね、まあ、こんだけ混んでると、なんか道の駅寄ってゆっくりしちゃうと、また走り出すの嫌になっちゃうしなみたいな感じになっちゃって、まあ、本当はね、ゆっくりして一息つくための道の駅なんだけど、ということで道の駅豊橋はスルーします。この先はね、もう 125cc は通れませんということで、下に下ろされました。はい、125cc 以下直進禁止でございます。まだ豊橋市。あ、もうでも静岡県湖西市って書いてある、あそこ。もう静岡県入る、いつの間にか。はい、ようやくホッとできる道に入った。国道に、豊橋バイパスを降りて、今これは県道173号線。これはまだ愛知の県道なのかな。あ、湖西市って書いてある。もう湖西市だ。静岡県帰ってきました。潮見坂のところまで戻ってきました。もう静岡県に入ったよ。早い。だんだん走り慣れた道に戻ってまいりました。これが荒井関所です。じゃあ荒井関所は後ろだ、この。今日はね、午後から西の方から天気が崩れてくるということなんだけど、天気が崩れる前にお家には帰れそう。午後からね、九州の方から天気が崩れるって言ってたので、静岡は明日かな、お天気悪いの。浜名湖だよ、浜名湖、浜名湖来ました。湖の向こうを走ってる浜名大橋が、さっきのバイパスまっすぐ行くとあの橋を渡るんだけど、あそこが 125cc は走れない。
あと6キロ。お腹すいたよ。ご飯食べたい。国一バイパス出んのかな？国一出んのかな？どこら辺なんだろう？全然わかんないけど、なんか最近ね、それこそ、そこのスイーツバンクの建物がすごい面白いので、インスタグラムにね、うまく上手に写真撮って載せてる人がいっぱいいて、わあ、面白いと思って、大体私の情報源ってインスタグラムで、なんかね、やっぱりバイクとか、バイクっていうタグとかツーリングっていうタグで探しちゃうと、割とね、ありきたりなところしか出てこないというか、わあ、知ってるそれみたいなところしか出てこないんだけど、インスタグラムとかで、ハッシュタグでね、検索、例えば浜松だったら浜松グルメとか浜松カフェとかみたいな感じで検索すると、バイク乗りじゃない人のね、情報とか、こう幅広く検索結果が出てくるから、だいたい旅先でどこ行こうってなった時は、もう必ずインスタグラムのハッシュタグで写真を見てね、あ、ここ行きたいってだいたい決めて、そうすると、Google とか食べログとかの口コミを読むより、結構なんか正確というか、間違いないことが多い。これでまたバイパスに合流したんだね。さっき降りたバイパスに。ちょうど混んでる時間帯になっちゃうかな。まあ平日だけどね、今日。本当はね、11時くらいまでに着ける予定だった。 ちょっと、まあそんなんばっかりだけど、日本伝統公園でのんびりしすぎた。さあ、まもなく次の経由地に到着します。春華堂スイーツバンク。今日休みじゃないよね、木曜日。休みだったらもうお腹空いてんだけど、めっちゃ。確か休みじゃなかったはず。どこだ？どこだ？あ、あれだ！あれだ！見えた！ほら、でっかい椅子見て。でっかい椅子。